真の調和を保つ者は、幾年もの先を見抜くことができるというが、すべての調和を乱し者は、一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない、一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし、放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度、始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は、我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど、修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。俺は売り物じゃねえ。引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ
手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしていってとこさ。間違いねえ。僕が森早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。ねえ、どけ、足の番じゃ。勝負事は、やりますが、待ちきるわ。いかにも、先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。急ぐな、逃げろ。逃げろ、逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に会わす顔がございません。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。よさるか。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。臆病者が。
この無効水な物の符は誰だ？して手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。家はせる。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。これで最後じゃ。切り刻んでやる。こいつの命など何でも持っていておってんだぜ。ただこの世に手をかけるのだけはご勘弁を。そこまでだ。誰も挑戦なりません。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか？かたじけない、ヒロキ様。三十郎様をお探しなら、戦国この前を駆け抜けて行きなされました。誰もおらん。行くぞ。仕留めろ、急流さんが。お逃げください。
田様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。誰もおらん。行くぞ。もう一度逃げるなら今のうちじゃ。目を狙え。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。相方を隠してあればよいが。あってこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。これは手やつよ。小銭も集めれば大層な量になる。金策をはめろ。行くぞ。ほっ。その感傷いつ来てくれるんだい。ケガモノ、ここに。もうそうしろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早うせい。まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。今に、そこで止まれ。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は
ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。都市藩を行かぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも前で刀さばきを見せてみよう。何の修練も積んでおらん。恥さらば。せい。何もできぬな。さあ、参れ。あわれな。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど世は恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、アイコンを頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしません。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。誠にその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように、
もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてください。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者はお悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことをしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。おのれを入れ。犬が。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか。こんな楽な役目もねえさ。読み送りにせよ。はい、かぶりすぎじゃ。逃げられんぞ。頭を引きちぎっちまいな。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。首を落とせ。お前ここでしまいじゃ。己の仲間どもは黄泉へ行った。
己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やってやる。己を買い込むぞ。橋は落とされておる。されど、古い金掘りのマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中、ババアどもを斬ることは戦ではない。ひどい雨で立ってたんだ。病に倒れたよ。死ぬか。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。鳴らす者、通さん。ボロキレが。先にしまえ。一斉にだ。もう一発じゃ。
女をすぐさま離せ。どこにあるのさっさと言え。じゃあ、コジヒロ、シャークの男を知れ。やつらのクズやつめ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。どこのお方か存じませぬが、まことにかたじけのうございます。コジヒロ、ほっといてくれ。人殺しだ、モミ。心臓に中にまだ何がおる。傷を負ってくれ。クソ野郎だ、モミ。そこだ。あっちゃん、早く桶を持ってこい。毒だ、毒だ。負け犬が。よせ、ブスが。
真の像がもう一つあったか。
するなら今のうちじゃ。ここまでだ。さあ抱きつぶしてやる。買いかぶりすぎじゃ。止めろ。やったぞそのクズ野郎が。最後じゃ。そこまでだ。こっちだ、小僧。大首の者が。命乞いするなら今のうちだ。命乞いするなら今のうちに。
殺しねえだ。ゴロキルガみんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよ。みんな殺しちまわねえんだ。さだため様、それで最後じゃ。どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば、案ずるか。遅い遅いだ。死ね、これで最後だ。命乞いするなら今のうちじゃ。予備で皆と会うのだな。
俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも恩ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできまい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために、誠心誠意、努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りすると、お誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。